はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はガンダム、サイドストーリー0079コロニーの落ちたちでのステージ2アスタロスですね、こちらをやっていきたいと思います。じゃあ早速またノーマルで始めていきましょう。特殊遊撃モビルスーツ小隊ホワイトディンゴの的確な判断によりアリススプリングスは無傷で連邦軍の占領地となった。これによりアリススプリングス攻略を第一目標としていた第一主力部隊レッドポッサムは警備に必要な最小限度の兵力を残して二分し、一方は北部攻略のグリーン行きドナへ、もう一方は南部攻略のイエロークオッカに合流するべく移動を開始する。ホワイトディンゴの面々には戦略的要衝を無傷で手に入れた功績によりアリススプリングスで待機という名目の休養が認められた。はーい、勇敢なる連邦軍兵士の皆さん、元気にしてますか？私ジャッキーは皆さんのおかげで今日も元気です。さて、皆さんも知っての通り、このオーストラリアでもついに連邦軍による正義の戦いが始まりましたね。しかも開始早々各地で勝利に次ぐ勝利、本当に皆さんお強い。でもこんなことならもっと早くやってくれたらよかったのに、なんてそんなわがまま言っちゃいけないよね。ごめんなさい、これからも頑張ってくださいね。ジャッキーも応援してます。それではここで一曲。そんな時、電撃的な報道が世界中を駆け巡る。北米カリフォルニアベースの陥落、連邦軍は北米大陸におけるジオン軍の最大拠点カリフォルニアベースを陥落させ、通信衛星を使って全地球的に放送した。放送は複数のチャンネルで流され、どのチャンネルもリポーターらしい人が興奮した声でがなり立てていたが、その映像だけでも十分なインパクトがあった。北米カリフォルニアベースの奪還に成功した連邦軍の勢いはオーストラリアでも同様だった。南部攻略に当たっていた第三主力部隊イエロークオッカもアデレードの奪還に成功。これに伴いホワイトディングもまたレッドポッサムの分隊と合流して南部への侵攻を開始する。結局戦争は彼らをそれほど長く休ませてはくれなかった。アスタロス。これは普通のヘリコプターだな。っていうかジャッキーの曲を聴かせろよ、ジャッキーの曲を。まったく、カリフォルニアベースの陥落なんてどうでもいいからジャッキーの歌だよ。こいつらは意外に元気だよな。いや、それも仕事だよ。そう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 、部下はね、上官のね、愚痴を聞いてね、成長していくものなんだよ。この人たち何歳？結構若く見えるよね。大体どれくらいの年齢でこう昇進していくんだろうね、軍隊って。まあそりゃ才能とかさ、功績とかもあるだろうけど、
これ飛行機じゃなくてヘリコプター止められんの？まあヘリコプターはどこでも着地はできそうだけどね、飛行機と違って。問題のもの、なんだかきな臭い話だな。帰ろ帰ろ。無能だなこいつらは。いやマジでなんだこいつら。何？モビルスーツは貴重じゃないの？途端に態度が変わったな。いやー確かにこんな奴らを引き受けたくないわな。一枚岩ではないということだな。お、新型か。攻撃専用モビルスーツ。まあ舞台は空へ移るからね。スタンリーは大佐か。うん、確かにね、こういう貴重な戦力はね、何かあった時のために置いておきたいからね。
おお、なるほどね。何かがあるということですね。めっちゃ皮肉が入ってるね。なるほど、その例のものがポイントだな、今回の。なかなか優秀な部下たちですね。例のものが何なんだかだな。オーストラリア大陸南部、アデレード沿岸地帯。とりあえずこいつの機体が新型になったってことか。マスターピースレイヤーはみたいな。こいつは何かと情報を持ってるね。軍事施設。なるほどね、吉報を期待している。敵モビルスーツ。まあレオンはね、何か知ってそうだからね。
挑むかもしれないって具体的すぎだろ。グッおよびザク、どうしてドムじゃないんだ、違うのか、潜水艦の反応はないか、有根球を発見。お、モビルスーツ展開、水陸両用。これも前半戦テンション超強気以上でユーコーンを撃破、別に超強気は誰だっていいんだよね。となると新型のガンキャノンか、これはすげえいい射程してるね。2から54から8って射程1以外は網羅してるね。さあどうする、1回おびき寄せた方がいいかな。でグフの射程って最大でも3とかだったよね。そうだよね、まあ、機関砲は弱そうだからな。ヒートロットがちょっと厄介だから、一旦ちょっとここにいて、で、こいつもここまで下がって、よし、これで、なんだっけ、これ、索敵機能の中にいるんで、いいでしょう。よし、来るね、来るね。え、誰？ザク2。こっから狙ってきた。ロケットランチャー。支援反撃。あーこいつはな、当たったら倒しちゃいそうだからな。この間合いなら仕掛けるぞ。痛い。2905、4840、よし。まあここはマスターピースレイヤーを上げていけばいいかな。一応セーブをしていきましょう。エネルギーもね、効率よく使っていかないと、すぐエネルギー切れ起こすからな。でもな、もうこれはしょうがないよね。ロケットランチャーを使うしか、24も減るのか。まあ一応支援をかけておこうかな。いや、いらないな。4800。うん、いらないね。これはちょっと、やはり、エネルギーを節約していこう。これで倒したと。さて、そこから、もうこれロケットランチャーでいいやん。でこのキャノン砲を使えば4800回避しまった。セーブしとけばよかった。もうこれはちょっとロードしよう。ザクの倒し直しからだな。ロケットランチャーでこいつを倒して、で倒したらセーブをして、もう回避されるっていうのが一番厄介だからな。まあ普通に倒していけば超強気にはなるんだろうけど、あんまりなダメージも食らいたくないんで。66の68か、確かに2発当てるとなるとちょっと厄介そうだけど、 OK、 なんとかなった。でさらにロケットランチャーの支援が両方入るな。両方入るけど240ミリキャノン砲で大丈夫でしょう。なんでこれも当てていきたいのでセーブをしていこう。一戦ごとにセーブ、 G ジェネとはこういうものだ。仕方がない。ロケットランチャー240ミリキャノン砲、いけ、
よし、まず当たって、よーし。400分の325。一匹倒すとどれくらい上がるんだ。こいつはどんどん反撃していこう。ただエネルギーはあんまり使いたくないかな。真の重装甲、やっぱ新型はいい。いいね、安心できるなんて。しかも安心の重装甲の割にはそれなりに食らってんだ。よし、ナイス回避。こいつが4100。マシンガンで倒せるかな。常に手探りだからな。セーブの時間がかなり占めてるんじゃないか、今回の戦闘は。一歩こっちに寄ってマシンガン、支援かけるか。マシンガンで支援できるかな。4400の4700、余裕だね。で、240mm キャノン砲をぶち当てて、で、マシンガンを当てると。OK、 これで超強気。超一撃になるとね、ダメージを食らうとテンションが下がっちゃうからね、それは避けたいんだよな。ロケットランチャー、あ、当たるなこいつ。どうしようかな。マスターピースレイヤー、いや、ちょっと今回はこれでパスしよう。で、ロケットランチャーの、チャンスを無駄にはしない、攻撃行動に移ります。確実にダメージを当てていこう。あのゴックが動かないね。ある程度いったら近づかないとダメか。一応チョコ一撃にしておくか。ダメージを食らわないことが前提だからな。これで超一撃で、テンションはこっちを上げていきたいんで、100ミリマシンガンで大丈夫でしょう。3700。お、危ない危ない、全然ダメだった。ちょっとオアシスちゃんに活躍してもらおう。ここはターゲット捕捉、オアシス戦闘行動に入ります。5ヒットして2100か。このヒット数ってどうやって決まるんだ。一応固まっていきたいんで、マスターピースレイヤーはこれでいいや。おお、来たね来たね来たね。でそうするとこいつの移動力も加味しないといけないんで、まずはここら辺で。マスターピースレイヤーあんまり出しすぎるとな、狙われるからな。あんまり狙われない位置に行こう。ここら辺、このフォーメーションでどうだ。まあ、本当は敵の攻撃の時に反撃をしてダメージを減らす、で自分のターンになったら倒すと、このパターンがね一番理想的なんだけど、ちょっと遠かったか。でもだいぶエネルギーも回復してきたから、こいつとこいつの支援で9200、3800からの6100。よーし。で、ロケットランチャーはちょっともったいないから 240mm キャノン砲、まあ 90% が2発なんで当たるでしょう。で、下のゴックはまずこいつが、ロケットランチャーで当てると、当たらないと。まあ、ここはいいでしょう、別に。もうこのままセーブをして、マスターピースレイヤーが
テンション下がらなければそれでいいんで。で攻撃して反撃を食らってダメージを食らったら元も子もないんで、100% か。どうしようかな、もう倒しちゃおうかな。うお、3600。これなんか積んでるとかないよね。うん、さすがに積んでないか。であとは、いやこいつのミサイルにね当たんないことなんだよね。一応こいつを前線に出して、こいつと後ろからついてこう。もう常にセーブだなこれは。今回のね G ジェネは前半戦がね意外に長いんで、こうやり直ししようとするとね、やり直しというかお金ためとかねしようとすると、この前半戦をねこなさないといけないんですよ。当たらなければどうということはない。で支援誰ができるの、こいつか、さすがだな。回避行動、うん、次で倒せそうだな。じゃあこいつここにいて、でピンポイント攻撃すればなんとかなんでしょう。こいつはピンポイント攻撃に入らないな。あれ攻撃できないこいつ。いやー、対地ミサイル5から13あるよ。まあいいか。ロケットランチャーをピンポイント。一応こっちにつくか。これで終わりだ。あれよっと、逃がさん。あ、海の中なんだ。よく海の中にいるの当てられんな。よーし、チャレンジ達成。ターゲットの破壊を確認。ヘリのローター音を2つ。脱出するやつらか。見事破壊。なんてことをするんだ。あれ、こいつがやったの。何か訳ありだな。いやー、怪しすぎだなレオン。レオンは一体何を知っている。マッチモディード確かに分かんないよね、一回聞いただけだと怪物の名前、
はあ、そんなのいるんだ。全然聞いたことないけどね。キシリアなんて妖怪の手下とか。ふけんな。アスタロス、いや沈んだよ残念ながら。なるほど、有効音体の方がいいやつらなんだ。これはビルだね。てかさ、ビルの絵がなんか結構適当じゃない？これ。何か分かったのか？生物兵器。細菌兵器、生物環境兵器。分からん。何、そんなに危険なものなの？アスタロス、ドームが5基、オーストラリア大陸南部ブロークンヒル採掘場。ニアーライト、何これ、どういう言葉遣いこいつ。ザクに毛が生えたようなものがドームなんだ。何このドム中は。こいつはドム中だな完全に。てかこいつ何。マジ何なの。いやー、なんかこいつの部下も大変そうだな。
おかま野郎そりゃそう呼ぶよな。一番呼びやすいもんね。わかりやすい。食卓園って塩撒くのかあるんだ、しかもあー、確かにマヤ隊は日本人っぽいからね。あー、日本の古くからの風習。いや、塩撒くんだよそのまんま。24時間臨戦態勢がもっともう大変だなマスターピースレイヤーの舞台は大変ですね。ブローコンヒル採掘基地。救援殿の HLV 基地。ふんふんふん。ジオン軍の特殊部隊、キシリアザビ直属の部隊、マッチモニード。アスタロスを持っていること。生物兵器ね。古典的なんだ生物兵器って。地球の生態系を破壊するって相当だよな。まあコロニー落としもやったからね実際に。まあ実際にね、自分たちは地球に住んでないからね。いやー、なかなか大変な任務ばっかだな。ここは吉報を期待している。
出たね。オーストラリア大陸南部ブロークンヒル。ドームが5機だよ、ドームが5機。アスタロスよ、アスタロス。どうした？怪しいレオン。それ見つかんないようにするからじゃん。陸を移動するしか他に方法がないから。補給を受けるということか。複数のモビルスーツ。ザクとグフか。そうなんだ。とにかく反応があったらザックかグフなんだね。ああ、なるほどね。ドムだったら前とか後ろか分かんないんだ。データがないからね。ほんほんほん。なるほどね。おお。それなりの数がいるな。何、すでに四方囲まれている。ミディア輸送機。で、これは何？森なの？今どこに突っ立ってんの？いまいちこの地形が分かんねえんだけど。え、どういう感じこれ。まあいいや、敵とはかなり近いな。
基本的にはこのままで大丈夫かな。前回編成したあれでいいでしょう。敵軍ユニット12機以上、ミゼアを被弾させずにか。なるほどね。なるべくじゃあここで抑えるしかないな。まずは艦砲射撃、グフのヒットポイントを減らす。でヘビーガンダムになったんだな。そういえば7までいけるんだ。フレームランチャーかっこガトリングガンって書いてあるどんなんだ。生きるために俺は戦う。5ヒット強い。7500。なに、敵が潜んでいるか。まあだがパターンは同じでいいや。艦砲射撃外れた残念ながら外れてしまった。でちょっと上のやつらはこっちで減らそう。 56% か。さあ当たってくれよ。あれよ、当たってくれ。よーしね。4800。そしてこのライノサラスを出そう。でっか。高出力ビーム砲35、結構使うね。アームマシンガンてか高出力ビーム砲しか届かねえし。 66% か。こちとらお前の相手をしてるほど暇じゃないんでね。完全に一つの要塞だな。出てきたか。8400回だったらこいつザク倒せないかな一発で。あとそうか、下もいるのか。上はライノサラス、下は1個部隊を派遣するか。これ右部隊に派遣しないといけないからこいつらだな。そうだね。まずガンダム5号機攻撃ができないな。ここら辺でいいか。じゃあジャイアントガトリング、そこからのコアファイター。で、ビショップは土台に乗せよう。で、初期ジムはここら辺に置くか。で、ヘビーガンダムは、まあ、狙える敵を狙っていきましょう。ガトリングガンが、まあ、コストパフォーマンス的に、まあ、全部大体同じくらいか。叩けるやつから叩こう。ジムストライカーマシンガンと。あとはちょっと近づいてくるのを待つか。これだな。高出力ビーム砲マップ兵器、多連装ミサイルランチャー24、4900、これ6000もあるんだ攻撃力。結局ね、一発で倒せないとあんまり意味ないんで。太一ぐっ超強え一発で倒せるし、太一ってすごいな。あんまり気にしてなかったけどさ、こいつマジ強え。ハロなんかと全然違うわしかし俺もいつかはハロに乗らなければいけない時が来るからな。ここの舞台だ。ちょっと問題なのはまずちょっとガンタンクを出して、このロケットランチャーでこいつを狙うと。
攻撃をすると出てくるね。倒すと出てくるわけじゃないんだ。で EG8 で、あ、これはビームライフルでいいでしょう。チームワーク、陸ジム、あ、しまった、陸ジム、そうだブルーディスティニーにするとか言っててしてねえわ。2発でいけるか、4600の5100、なぜか陸ジムの方が強いぞ。で、ズゴック、こっちだってな、水陸両用なんだよ。あ、ヒット数か、やっぱりヒット数なんだな。よし、こんなもんかな。アームマシンガンしか使えねえし。こいつは反撃をしてもらおう。主勢に入れば押される、仕掛けるぞ。了解、攻撃こそ最大の防御。太一、この俺を狙うとは。こいつは怖いもの知らずか、こんな巨大なやつにモビルスーツ一機で挑んでくるとは。攻撃力は200から、機動力やっぱ少ないね、全体的な割合として。これはどうしたかな。56連装ってね、結構エネルギー使うんだよね。ハイパービームライフルでいこう。これは艦砲射撃、コアファイター攻撃いけるかな。よし、先は長い。で、このザクキャノンはジムストライカーで倒しておくか。いや、待ってコアファイターで倒そう。少しでも経験、ああ間違えた、中に入れちったよ。まあそれはしょうがない。よーし、ビショップも4レベル。結構いったね。もう12機か。結構早かったな。チャレンジ達成。ガウ！何？ガウをよこしてきたか。あ、なるほど。この上が鉱山基地だったのね。いや大変だろう、ガウを狙うなんて。アンノウン、お、グフだグフ。まあこれもパクっとこう。で別にこれもうあれだよね、ミディア食らってもいいってことだよね。ヘビーガンダムで攻撃をして、で支援をかけよう。よーし、ありゃまた出てきた。ジムストライカー一回帰ろうと。でこいつらも一回帰って、ビショップは攻撃できるのかな。攻撃できねえな。一旦帰ろう。意外にこっち敵いっぱいいるな。7800か、倒せはしないよね。グループ攻撃、よしか、もうだいぶあれだな、しまっちゃったかな。クラフトタイプ、ガトリングシールド、
で、攻撃の艦砲射撃入るね。よし、グフクラフトタイプで攻撃をしていこう。やっぱりこの時代でさ、飛べるモビルスーツってすごいよね。すごいことだと思うんだよね。グフクラフトタイプって どうやって作ったんだそもそもこの技術で。あと下からも若干来てるから、これガンタンクに任せよう。でガンタンクは一回しまおう。でズゴックアイアンネイル3400倒せない。でもテンションが上がった。よし、こっち側はとりあえず片付いたな。ライノサラスエネルギーが全然ないんだけど。ちょっと待って、先に28あるから、先にちょっとここ行って入んねえし。ここか、アームマシンガンでこいつを倒すと。でテンションアップするでしょ。でさらにもう一回アームマシンガンでこいつを攻撃して、で帰還しよう。OK。 でこいつを一回帰還しちゃおう。まあこいつらが来るまでにはね時間はかかるから、トップを積んでるのか。トップもなるべく前期捕獲して金にしたい。狙ってくるか。うん、まだ動かない。でグフが来ると、もう一旦グフをおびき寄せるか。そうするとこいつら死んじゃダメなんだ。まあ固めとこう。でコアファイターだな、コアファイターな。まず全然レベル上がらなくなってきたな。もうこういう旧式のモビルスーツじゃダメか。こいつらもう来るまで待つでしょう。でズコックをしまって、ライノサラスをとりあえず出すだけ出しとくか。なんかグフの攻撃に当たりそうだな。よし、下のやつらが来たと。こいつらも動いてきて、ガウはまだ動かず。グフ大丈夫でしょさすがに。でもこのグフ強そうだな。まあ、支援防御をかけよう。こいつ支援反撃でマシンガン、これでいいんじゃないの。うん、大丈夫だね。よし、これでグフもだいぶ減った。こいつ当たりたくない。当たってしまった。クールダウンで多連装ミサイルランチャー一人でいいでしょ。6900大丈夫だ。俺の相手としちゃかろうじて旧大点ってとこだな。前段発射。しまった。おお、さすがだね太一。対宇宙とかあるのかな。あ、対空は普通にありましたよね。よし、グフをパクろう。まあ、パクローって言っても金にするだけだけどさ。そう、こういうねごっつい機体はねエネルギー消費も激しいからな。これパクるでしょ。でこっちでちょっとパクるでしょ。で下のグフをどうしようかな。こっちの舞台でなんとかするか。ジムスナイパーカスタム
ビームライフルを当てる。かわされた。何このグフはエースだ。スインビームスピア、くー強いぜ。あとはグフクラフトタイプ、ヒートサーベルかガトリングシールドか。俺は飛んでるグフだ。貴様のように地べたを這いつくばっているグフとは違うのだよ。関連仕様のさ、ジムってなんか違うの？そもそも。はっはっは、貴様らはそうやって地べたを這いつくばってるがよい。絶対上から攻撃した方が有利だよね。超強気、そりゃ超強気にもなるよ。ドップがもう一回来るから、でドップをね一気残しとかないとね、ガウを倒した時に捕獲ができなくなっちゃうんだよ。うおお。でもこいつはちゃんとね、狙えないやつらをね、ゴー対空とか持ってんだ。調子に乗りすぎた。やるな。まさかここまでのダメージを食らうとは。というわけで帰ろう。帰れない。支援を受けながら倒さなくては。確実に倒せるよう3人で攻撃をしよう。俺を戦艦に帰らせてくれ。よし。俺はすぐ調子に乗るんだな。帰ろうっと。向こうのザクはま、戦艦に任せるかな。攻撃、これが当たるか。2900対空機銃で大丈夫でしょう。ま、たまには戦艦でも破壊しとかないとね。ようやく2レベルか。闘争アビリティとか全然チェックしてないな。このドップか。ドップ部隊どうしようかな。もう一旦引き寄せるか。ちょっともうね、行くのがめんどくさいんで、ドップのとこまで。とりあえずここにいよ。これでっかくてさ、めちゃくちゃ的になるんだよね。で、反撃できるやつはどんどん反撃していこう。撃ち落としてくれる。ヘビーガンダムレベル2。ああ、防御力が高いね、やっぱり。機動力は少なめと。まあ、反撃しておくか。この状況を打開する一手は。一手はない。残念ながら。まあ、こいつら減ってるから。また、コアファイターに任せようかな。いいね、ユニットレベルアップ4レベルか。もうよく回避できるな。来たな。さて、それじゃあちょっと近づくか。これはいいや。で、ザンジバルを少し動かして、こっち一旦下げて、進めて、攻撃はしなくていいや。やはりコアファイターだな。で、このコアファイターは、じゃなくてドップは取っとかないといけないんで、置いとこう。これコアファイターが狙われる位置にいるんじゃん。一応ちょっと土台
ここら辺まではいけるでしょう。いくらなんでも D とはいえギリ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 いけねえし確かめとけばよかった移動力。じゃあちょっとここ入ったの下げよう。これさ土台もさ狙われるのかね。狙われるよね。だってヒットポイントあるもん。5000くらったらぶっ壊れるってことでしょ簡単に言うと。うわここの舞台もなんだかな。出せるだけ出しておくか。今はな少しでもなお金が欲しいからね。なんかすぐキャンセルしちゃうな。よしまあこれであとはタコ殴りにすれば大丈夫でしょう。これは回避と、まずガウからの攻撃は回避するでドップが出てくるんでこれは全部回避。オアシス戦闘を開始します。てかオアシス狙わないでよ。ほら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 ちょっとやめてくれ。痛いこのドップが攻撃を当ててくるな。ミディアを狙ってくるか。許さん。23000ライノサラスでどうだ。高出力ビーム砲の方がいいのかな。そうすると、まあ、ピンポイントで支援、こいつとこいつを入れよう。3機でいいでしょう。8000の12000のくらえ17000沈めたぜ。観念するんだな。であとは捕獲をしていこう。これ全捕獲みたいなのないの。よし捕獲完了で最後はフォアファイター。君の出番だ。いやこれレベル上げるのマジ大変だな。経験値が増えるやつが欲しい。てかエネルギー上げる必要ないやつ攻撃力を上げていくんだ。敵モビルスーツ隊全滅。全くだぜ。いや違うな、やつらはドムだからね。ジャクリーンちゃんのラジオってそんなしょっちゅうやってんの？お、ミディアが迎えに来た。大人だね、マスターピースレイヤーは。25000だ。大体25000しか入んないな。バーガーが入ったね。バーガーが
さてまずは解体屋の出番だな。こいつらはもう全員いらない。解体33,000円、いい金になる。解体でやっぱ金を稼いでいくのが早道かな。フルアーマーガンダムはあれもう生産にいるんだっけ。まだ生産リストには入ってないか。一応5レベルまで上げよう。ジムストライカーはまだか。ここら辺はあんまり戦ってないからね正直。サイコミュシステム高機動試験機、ああビショップからさらにこうなるわけね。6ってなんだこのシルエット。まあ、ちょっと効率はね悪いけど全部見えるようにしてそこから考えよう何作るか。でライノサラス、これ何レベル ?5 レベルと10レベルか。まあライノサラスだったら結構強いからなんとかなるでしょう。でここはもうすでに全部あるね。全部あるんでちょっとね金使ってもったいないんだけど交換しようって思ったけどろくな機体がいないからこいつはもういらん。お前はいや後で決めよう。でこいつはもうさすがにブルディスに作ろう。イエーイ、ブルディスに1号機一応3号機もあって、これなんだろう、2号機とかかな。でズゴックは、あズエゴックとかあるんだ、超使いづらそうこれなんだ。こっちは6にならないとダメだから一応あとはユニットの設計を見るか。なんかある？ドップとか特になんもないね。であとここに行くとたまに新しいのが手に入るから、うん手に入らないけど。というところでじゃあ、コロニーの落ちた地でのステージにはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。